牧村正直明治29年4月21日は、日本の官僚、政治家、貴族院議員、男爵、陽名、藩苦労。長州藩合詞、担当財門正住の次男として生まれ、21歳で、牧村万休の養子となる。俳優筆役を経て明治元年、1868年、犠牲監視官主官子補となる。同年、京都府に出資。 県大三次、大三次、三次などを歴任。小野組転席事件を起こし、明治6年10月に拘留され、同年12月31日に罰金30円の判決を受けた。明治8年7月に京都府知事となり、東京テントにより人口が減少し、荒廃した京都の復興に尽力した。明治13年5月、京都府会の同意を得ず地疎追徴を決定する。 山本角馬が議長を務める不快は反発すると、牧村は追徴を撤回し不快に追徴議案を提出し、議案は可決する。明治14年1月、元老院議官となる。明治20年5月24日、男爵を受釈し家族となる。明治23年2月から行政裁判所長官となり、また、同年7月に貴族院議員となり、共に死去するまで務めた。 明治28年4月21日に死去。死後、借位は、長男、章介が継承したが、昭和8年に死しなく、没死したため、家計は断絶している。墓は、青山霊園にあったが無縁物となり撤去された。ありがとうございます。